フランス語でさよならを言うための7つの言葉を教えたいと思います。Au revoir。Au revoir。これは基本の言葉なんですけれども、どんな状況でも使える言葉ですね。Au revoir。Au revoir。Bye。Bye。まあ、フランス人は英語の言葉も使ってますね。Bye とか、バイバイ。バイバイを言います。À plus tard。A plus tard. またねっていう意味ですね。同じ日にその人を会うためだったら A plus tard を使いますね。で、短く言うと A plus を言います。A bientôt. A bientôt は相手はいつまた会うかわからないんだけど、またいつか会おうみたいな感じです。A bientôt. ジョンがいつも言ってる言葉ですね。ビデオの最後にですね。A bientôt. A demain.Demain. 明日は絶対会うと思ったら、あ、demain、また明日ねっていう意味ですね。À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. 来週は会う予定だったら、À la semaine prochaine. もしまた来月だったら少し変わるんですけれども、On se voit le mois prochain. Allez, on se voit le mois prochain. À bientôt!